こんにちは。帝国になりましたので、これから J5 Japan 2017ワークショップを開催させていただきます。それではですね、今日のワークショップの概要と、それから J5、今日初めての方もいらっしゃいますので、何が J5 なんだというあたりを少し説明させていただきます。でモバイルもですね、実は充実してまいりまして、巡回点検、これは国内でも何社かに入れさせていただいているんですが、そのほかにですね、産業の記録であったり SOP であったりというところをモバイル化していくということが今進んでおります。 So I work in our South African office where we have our development teamand help to develop new versions of J5. Today I want to talk about a good foundation for operations that enables you to do things differently, some game changes. タクティクスとコーチングだというふうに彼は言っていると。そのタクティクスとコーチングには今回はリアルタイム連携とモバイルですよというのが彼らの今日のプレゼンテーションのポイントです。So David San has already talked about the technical side.I'm going to talk about the business side of these new features. This is very interesting. What is the quality of this decision that needs to be made? で、今回のパネラーの方なんですが、実はいろんな方、いろんな分野の方をにお願いをしております。どうもありがとうございました。長時間にわたり、やっぱり最後のパネルディスカッション良かったですよね。